来週卒業予定の大学生らの就職活動で採用面接や筆記試験がきょう解禁されました政府が要請する日程ルールで罰則がないこともあり実際は前倒しで内定が出ていてリクルートの調査によりますと来春卒業予定者の内定率は78.1%で過去最高となっています人手不足を背景に学生優位の売り手市場が続く中 採用の早期化が一段と進んでいます。